はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、これもね吹き替えでお送りしておりますけれども、やっぱね育成でね進めているのでね、今グリグリしておりますけれども、この辺をねちょっと覚醒していきますというそういう合図ですね。まず角1、ベックさんをね、覚醒したいんですけども、もうご覧の通り育成してないっていうねなので今こうやって大慌てで練習しておりますけれども、そうこの赤のさ、あのコーン今1万近くあるのかな、1万近くありますね。なんですけど、よくネット上でねコーンが枯渇するなんていう話を聞いたんですけど、ね、これがなくなるなんてことはあるのかななんて思ってたんですけど、多分あれですね、ワールドカップとかで香港とかやったりする人なのかなとか思ってたんですけど、今ねマグがやってるんですけど、星さんの選手をね、育てて、角2までして、スキルのレベル3を選手に、習得させるっていう、これもやるとやっぱコーン使うんですね。やっぱりねレベル1の状況の選手を何人も育成させなきゃいけないんで、だからおそらくねコーンがないって言ってる人たちはもう今育成レベル3は当然にして、さらにワールドカップもね結構微妙なところで狙ってるんじゃないですかね。進化まで多分しないといけないですよね。星1とか星2とかの選手を育てて進化させてワールドカップで起用とかね、なんかそんなのまで聞いたことあるんでね。いやいや、マグはまだまだ100年目ですから、113年しかまだやってませんからね、まだまだマグの育成ではこんなもんですよ。さあ、そしてミドフィルダー覚醒コーチを手に入れてるので、はい、カッキーンというわけで、これでベックが、覚醒1回目になりました。これでまだイエサブの右ミッドフィルダーのレギュラーにはなれなさそうなんですけど、どうですかね。やっぱロナルドさんみたいにね、ちょっと角1ぐらいでは星4ガチャの覚醒2回目にはかなわないかな。はい、113年目が終了になりました。はい、まあ、順位がね左上に書いてある通りランク18、今回はね育成の年にしております。はい、まず順位にねまだいないですよね。はい、再開、5勝で1分けしちゃってるのは、なんかね、なんだミッションか何かかな、リーグ戦で5勝するっていうのをやんなきゃいけないんでね、そしたらね1個引き分けたっていうそういうやつですよね。でカップ戦でちょっとなんかいろいろもらえたけどね、ちょっとやっぱりロナウドさんを今ね留学させちゃってるんでね、WCC じゃねえや、なんだ普通のカップ戦がねちょっと優勝できなかったり、1個でもいいから勝てばねちょっと靴いっぱいもらえるんだけどね。でまだね靴が必要な感じなので靴は取りに行きたいと思います。さあ、じゃあお伝えする内容がないよ今回、今のはなんか血迷ったわけではございません、ね、偶然そういう感じになったら、まあいいや。今ねやっている育成がこちら。まだね全然集まってないんでね、レゲンさんはルーキー指導になってるので、あ、ちょっと見えねえや。その割にはねやっぱりちょっと育成やっぱりいまいちでしたね。もうちょっとレベル上がるんだと思ったんだけどな。ちゃんとスタジアムコンボもやったんだけどな。いまいちでしたな。なのでもう一回、もうこれ多分無理だな。3年かかるな。いや、4年かかるかもしれない。ちょっとなんかレベルの、あれなんか俺やっちゃってんのかな。経験値の上がりが悪いっすね。どうしてだ？なんかね、やっぱり6試合、リーグ戦別のチームでやらせたとはいえ、レベル上がらないとは思わなかったな。で、ベックさんはね、多分電車の中で撮っちゃってるんで、後で吹き替えるとして、ベックが今、星1にはなってるんですが、これでも、中村俊輔に勝てんの？あ、そうか、今これをいじっちゃったから、できねえか？中村俊輔、今、3965でしょ？ベックってどれぐらいになるの？
バゲンジェで1000でしょ、4000超えないような気するよね。あ、そっか、ロナウドさん見ればいいのか。ロナウドっていくつだったっけ。あ、3825、もう同じだとして、あ、若干俊介の方が上回るかもしれない。まあでも強引にベック使っていこうか、そこはね。ね、でもね、ちょっとロナルドさんが高原に勝てないと思わなかったから、今ちょっとね困ってるんだけどね。はい、じゃあまあというわけで、結局まだあれか、育成の年は変わらないので、さらっとここは踏んで終わりましょうかね。もしかしたら今回あれかな、はいどうもマグマグマグロンと申しますって言わないといけないやつね、言わなかったね今ね。まあいいでしょう、たまには。多分ね、今回はね、育成4年間なんで、ほんと星5のスカウトでも引かない限りね、ちょっとね、見どころないっすよ、これね。このままだと。ね、このまま見どころのないままお伝え終わるわけですけれども、マスターナショナルリーグを選択。で、お金をもらいたいんで、こっち。はい、というわけでね、じゃあ、お伝えする内容ないんで、これで、じゃあ、終わりたいと思います。またね、ちょっと、もう一回ちょっと育成のメンバー見せておくとして。はい、まあこのメンバーが、まあ1年後またどうなってんのか、みたいな、そんなのをね、まあお伝えするとは思います。まあ全員確一にはなってるでしょうけれど、それでもまだ多分満タンにはならないかな。で、マルコス・アロンソさんに関してはもう、こっから確二のマックスまで行きたいんだよね。このペースだと遅いっすね。大丈夫かな。でも多分24時間経験値の方もやらせると思うんで、マルコス・アロンソが大手を振ってレギュラーになるのはもうしばらく後の話かな。 1週間2週間ぐらいかかっちゃうかもしれないですね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあカット。はい、カット。これはね、一応は経験値の方にしてんだよ。はい、今度もまた覚醒のお話です。そしてまた吹き替えです。これもね、ちょっとね、電車乗ってる間にやってるわけなんですけれども、今現時点では星4のガチャ、そして星3のガチャ、この間のね30連その前のやつも含めてね、育成してなかったのでね、今回一気にやっております。さあ、通常スカウト星5ドフです。これはこのように覚醒素材が楽です。銀ハゲでと金ハゲでできるということでね、覚醒コーチを1枚も使わないということで、比較的ね楽に、覚醒ができるということで、ほらもう課金、これもサムネ用にぐるぐる回しますね。これで、ドフはね、今ちょうどやっているイタリアワールドカップのゴールキーパーのためにね使えるのでね、もういつもよりも余計に回しておりますけれども本当にね、これで、ドフがね、レベル50になるまで育成するので、ちょっと先は長いですけれどもね、まあ、頑張って育成させていきたいと思います。はい、それではね、この後もね、もう一人覚醒しなきゃいけないんでね、一旦ここでカット。はい、すぐにでもね、覚醒しなければいけません。それがこちら、左サイドバック、今回ね30連で手に入れた星5、左サイドバックのマルコス・アロンソなんですけれども、一応ね、この間のはねステップアップガチャなので、ディフェンス覚醒コーチは4枚手に入れてます。なので、1枚はねさすがにリングで買わなきゃいけないんですけどもね、これも一気にね確認までできるので、まずその最初の段階、確認の方をもうお伝えしております。フィジカル20丸、なかなかね、噂によるとマルコス・アロンソは優秀だそうなのでね、じっくりと鍛えていきたいと思います。はい、じゃあカット。はい、114年目が終了しました。これも育成2年目ということなので、さらっと終わりましたよ。これもこちら、今回引いた星4を中心に今
格1の段階ですね、星4の選手に関してはこれで終わりですかね。もう1年やって満タンになるかならないかぐらいかな。多分なんないかな、40まではね。うん、多分なんないと思います。ただ、今回の育成の主な選手はドフ、ベック、そしてヒーターのマルコス・アロンソ。あれ名前合ってるっけ、ね、チェルシーだからあんまり好きじゃないからさ。そうマルコス・アロンソ、ね、よくねベジェリンのこといじめんだよね、この一番で。とはまあね、まあね、それはあの本物の話だ、俺ゲームだからで、マルコス・アロンソをまず格2、さらにレベル50までやりたいので、もう1年、いやもう2年もしかしたら育成するかもしれないし、24時間移籍もあるんでね、そっちで一気に稼ぐっていうこともあるかもしれません。なのでまだしばらくこの育成でやりたいと思います。はい、今回はそんな話じゃないんですよ、ね、さらっと優勝しちゃったイングランドのせいでですね、マウはもう4カ国目の優勝を狙いに行かないといけないんですね。いや、じゃあ4カ国目は一体どこを選ぼうかという話なんですが、今のところマグのチームの中で星4の選手が多いチームっていうのが、1番がアルゼンチン。ただアルゼンチンの方は通常スカウトが3名もいるので、どうかなーって感じはするんですけどもね。で、あと星4が 4人いるのがドイツ。でドイツも、通常スカウトが2人ってことで、どうかなーっていう感じなんですね。だそういうふうに考えると、星5のドフが いて、さらに星4が4人もいる。で、全部ガチャってことなので、まあ単純に強いのはイタリアになりますね。そして、ちょっとね、優勝するっていうふうにね、もう確定ですから。もうね、優勝するんだから。だって優勝するまでやるんだから。なのでやっぱりちょっと商品を見たいですよね。ああ、丸。ちょっとね、マラドーナがどこなのかをね、今見たかったんだけど、フォワードなんですね。そっか、シャドーストライカーっていうイメージは確かにあるんだけど、トップ下っていうね、側面もちょっとマグの中にはあったりもしてたんですけど。そっか、トップ下オレンジもつかないんだ。そっか、そうなってきちゃうと、やっぱり、どこも難しいな。ピアジオはどこだの、ポジション。こっちはトップ下なんだ。まあね、これこそね、フォワードってイメージの方がちょっとマグは強いんですけど。そうですか、トップ下ですか。じゃあ、イタリア決まりですね。マグはね、トップ下がいないんです。中村俊輔、シグルズソンで、ハムシクで回してるので、ああ、まあでも確認しないと勝てないんだっけ。まあ確認するっていう、まあ、ベルトバッジを好きだからね。にするかな、多分な。よし、じゃあイタリアでやりたいと思います。決定。よし、じゃあイタリアで4カ国目は優勝するぞ。さあ、いつものようにですよ、こっからは、フォメコンどれが開くのかっていうのをまた取りたいので、しばらくちょっとで開く。クリスマスツリーはどう？開かないっすね。待って、星4ってどれだけいるの？ドンナルンマで、これボヌッチ、ラノッキアはうちの選手かな、ダンブロージオも。で、ベラッティ、ベロッティ、インシーネが、あ、星4って少ないんですね。4人しかいないんだ。あ、結構少ないかもしんない、イタリアって。これが招集候補だから、そうだね。で、他に G クラブからはインモービレさんが入ってくるんだね。あ、でも入れてもインモービレとドフしか入れないんだ。あー、そっか、これは残念ですね。なかなかこう、もしかすると今大イタリアの優勝も結構遠いかもしれないですね。イングランドはやっぱりいい選手揃ってたからね。どうなんでしょうか。よし、じゃあまた、開くまでね、カットしたいと思います。いや、ビアンコネロが開いてほしいけどね。残念。
一個も開かなかったらどうしよう。じゃあ一旦カット。はい、イタリアでフォーメーションコンボを開きました。では見ていきたいと思います。もう分かってる通り監督がルイリケでございます。ザン、フォーメーションコンボお願い。はい、ブラウグラーナ発動というわけでですね、このブラウグラーナはちゃんと大丈夫ですね。攻撃サイドバック、アタッカー、テクニカルドライ、ドリブラー、ウィング、ストライカー、パス、ドリブル、スピードということなんですが、これを見るとあれですね、あのマグが連れてきた選手全く関係ないんで、これあれだね、あの誰でもブラウグラーナは開くかも。まあでもとにかくね、ホメコンが1個でも開くっていうのは悪くないですよね。はい、じゃあまた他のホメコンが開くかどうか見てみたいと思います。はい、じゃあまたカット。はい、2つ目が開きましたね。これはもしかしたらマグだけかもしれないですね。じゃあフォーメーションコンボ開いたのはなんとフォルツァーズーリ。いやでも名前的にはフォルツァーズーリの方がなんかいいよね。こっちの方がやりたいよね。カウンターで4-5-1ですか。で、効果はタックル、パスカット、セービングということで、完全に守備的ですよね。なんか、まあ、イタリアっぽいっちゃイタリアっぽいんだけど、セービングがあるってのはちょっともったいないんですよね。ゴールキーパー1人分の能力しか上がらないってことなんでね。それ考えると、やっぱりブラウグラーナの方が優秀かな。やっぱりね。で、こっちは、マグが連れてきているボヌッチ・ラノッキアのセンターバックコンビが功を奏したみたいですね。なので、もしかすると、誰でも開くっていうわけじゃないかもしれない。マニュアネッリってのも俺が連れてきてんのかな、これ。一人だけ星3なのに40はおかしいね。あ、もしかしたらね、そう簡単に開かないかもね、これね。はい、じゃあまた探していきたいと思います。はい、カット。はい、なんとですね、3つ目開きました。それがこちら、ダミッチ監督のバトレニ2018。これもマグが連れてきているのはボヌッチだけですね。なのでもしかしたら結構な人が開いてるんじゃないですかね。これもいいかもしれないですね。で、バトレニはタックルパスカットで、さっきのセービングがなくなってメンタルなんですよね。なので、アズーリよりかは優秀って言っていいんじゃないですかね。だからブラウグラーナと比べてどっちっていう感じになるのかな。どっちなんでしょうかね。守備的な方がイタリアっぽいけどね。でも守備的だと勝てねえんすよね。よし、じゃあまた探していきたいと思います。いや、結構多いと多いでね、迷っちゃうんだよね。はい、というわけで結局イタリアはいろいろあったんですが、攻撃的な方がなんか良さそうな感じがするので、ブラウグラーナの方にさせていただきました。こちらだと、あれ ?4 人選べてんのか。ラノッキア、インモービレ、ボヌッチ、ダンブロージオ。ここら辺ですね。ドフは、次のね、大会の時に呼びましょうかね。まだレベルも低いんでね。はい、じゃあ今回はこれで戦っていきたいと思います。で、いきなりもう代表覚醒できんの?できそうですね。じゃあ一気にいっちゃいますか。やっぱね、もう、前回のイングランドはまあ、本当運が良かったんで、あれでしたけど、今後はね、やっぱり確認するのはもう前提でいかないとダメでしょうね。はい、もう覚醒していきますよ。まず、レベル40まで行きましょう、まずは。はい。あ、もうこの段階で32,000になってますね。じゃあちょっと、これもアップにしとこうか。はい。はい、じゃあ、マグが戦うイタリア代表。数値は32,000。これでやっていきたいと思います。でちょっと控えをね、ちょっといろいろ選びたいと思います。はい、メンバーも固まりましたので、これでいきたいと思います。よろしくね、イタリア代表。ではまずいつものように初戦をお伝えして、今回の動画を終わりにしましょうかね。あ、ちょうどいいんじゃないですか。ダイジェストでいかせていただきます。あとはね、なんだろうね、他のフォーメーションコンボの中でも面白そうなのが、やっぱりブルパクとイエサブ開いたら、まあ優勝は近いじゃないですか。なのでね、今調べたんですけど、
ブルパクに関してはポストプレイヤーがいない、ね、でイエサブに関してはシャドウがいないとかだったかな。なのでね、あと1人ってところなんで、もしかしたらね、通常スカウト星さんとかにいたら、ね、案外そういうのでもなんとかなるかもしれないからね。はい、ボナベントゥーラー。なんかね、最初の予選相手強いところがいなかったんで、これはちょっと予選楽できそうですね。ね、たまにはあれですもんね、この欧州予選で終わっちゃったりとかされちゃうと困るからね。はい、ベルナルデスキー。うん、これはなんか余裕っぽいですね。やっぱブラフグラーナのせいか攻撃的ですね。おいしょ、ボノッチさん。あらら、もう止まらないじゃないですか。こんな攻撃的なイタリアなんてあります？守備の方にすればよかったかな。シュマイケル涙目。ベルナルデスキー。本当ね、やっぱりね、クリスマスツリーとかホルツアーズーリーとか、あそこら辺がね、やっぱイタリアっぽい感じになるんでね、本当はね、ああいう方がいいのかな、どうなんですかね。ああ、こんなシュート決めちゃうイタリアなんてあります？ハットトリックだ。はい、もう、やりたい放題じゃないですか、これね。デンマークどうします、本当に。ま、この調子で行くならば、ブラジルほどに時間がかかるような感じにはならないかな。もしかしたらね、意外と、ね、それこそ、スペインよりも短く優勝が決まるんじゃないですかね。イングランドはやっぱ本当、異例の事態でしたよ。あれは本当、もう奇跡の連発。普通あんなことはない強いチームがまず決勝まで来なかったってのがまず大きい。あと出場停止もなかったんだもんね。運が良かった。はい、じゃあここから先はまたカットしていきたいと思います。はい、ブラググラウンドで、楽々に1位で通過しました。これでね、次回、イタリアワールドカップでやっていきたいと思います。まあ、さすがに1回での優勝はないでしょうけどもね。ちょっとね、イングランドの例をね、やっぱりある以上はね、こっちも楽しみですよね。今後ね、いつ優勝できるかっていうのも、楽しみの一つになるんじゃないでしょうか。はい、じゃあもうさっさとこの年終わりましょう。はい、まあ、こんな感じです。知らない選手ばっかりですね。しょうがない。というわけで、次の年も、育成でやるっていうことはもう決まっているので、マスターナショナルリーグでやりたいと思います。お金ちょうだい。そうね、クリドナさんにね、24時間のフォワードの、なんかね、ところに移籍させたんですけども、残念ながら字幕は覚えてくれませんでしたね。そんなもんだ。はい、じゃあまたこのメンバーをね、鍛えていきたいと思います。はい、じゃあまた今度はね、シーズン終わりまで、はい、じゃあカット。今度は多分イタリアのね、本大会も打つそうかね。